スキル6になってちょっと補正が緩くなってることの笑顔マイナス補正も桁違いのミニほい、マスマレレベルまでには収まってほしいな。スキルマックスだからね。はい、ガチで消去数はすごいんだけど。オッケー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 。はい、若干つなげづらいかも。はい、いや、マイツムもうちょっと来てマイツムもうちょっと降ってきて。はい、はい、オッケー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 。あ、でもちゃんと成長してるね。あ、マジか。オッケー、ほい。なあ、なんかさ、ツムがちっちゃいからさ、めっちゃミスっちゃうんだよね。チェーンミスが目立つかも。あ、でもなんか万枚いける性能にはなってるかも。スキルマックスまで上がれば。いや、めっちゃつなげづらい。難しいな、このツム。ほい。ああ変なとこで詰まるんだよな、なんか。でも使い慣れたら結構良さそうじゃない？割と。ほい、ほい、チェーンが詰まる。ほい、ほい、オッケー。いや、どうだろうな。うわー、これいっぱいめちゃくちゃミニいるけど、なんかね、めちゃくちゃミニいるんだけど、そのバッてつなげるかと、つなげれるかと思いきや、そんなにつなげられないんだよね。詰まっちゃうんだよね、途中で詰むが。ほい、ほら、はい、はい、うわ、今みたいな感じ。ほい、あー、たまったけど。あ、マスマレと同じなんだ。スキルマックスにすると。スキルマックスにすると、マスマレと同じ補正になるらしい。いやー、どうなんだろうね、これね。コイン稼ぎはまあ悪くはないんだけど、1分効率2000枚は多分超えるんだろうけど、まあ最強クラスにはなれないね、これだと。4000万やばくない？待って、スコアやばいんじゃない？このツム。このツム、スコアやばいんじゃないか。ちょっとだけ、ちょっとだけスコア出しもやるか。これ多分ボムアイテム使わない方がいける気がする。ちょっとだけスコア出ししてみます。どれくらいいくか。でもマスマレと同じ補正なのか。スキルマックスでマスマレと同じ。いや、でもすごいタイム出る気するんだけど。あ、オッケー。おらら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 、もうとりあえずとりあえず消しまくって。てか、あれなんだ、サーバーエラー起きてるんだ。
みんながアクセスしすぎてすごいね。つむつむ10周年の10周年の力。こんつむスコアかな。スコアなのかな。うわ、どっちかっていうとスコアかも。すごいループする。やり方変えたらすげえループする。あ、ちょっと待って。これどうなんだろう。ほい、え、でもすげえ簡単なんですけど。なんかマリウス、え、マリウスみたいな感じなの。やばいやばい、あー、やばいやばい、マイツムがいないとグダるな。ほい、ほい、いや、でも面白い。面白いスキルだこれ。スコア系かな。スコアやばい系もしかして。いや、無限ループだよ。無限ループなんだけど。スコア出しで一気に化けた。すごっ。オッケー。ちょっと待って、これやばい。これやばいんじゃない。これやばいツムなんじゃないか、もしかして。なるほど、もうスキル1からこれでやればスキル1で1億出せたのかも。もしかしたら。はい、スコア2倍くらい。スコア効率もえぐいのかな。はい、はい、オッケー。いや、これ終わるか。ちょっと待って。あ、やばい。あー、これループしない時があるとちょっとグダっちゃうね。でも大抵ループしてくれるわ。やば。衝撃の、衝撃のスコア性能だったかもこれは。これちょっと慣れればどうかな。結構いきそうだよね。
はい。あータイム出なかった、タイム1個も出なかった。あー秒数減ってきちゃったな。そういうことか、このツムはスコアが強かったのか。最初からずっとロングチェーンしてたけど、てか2種類系のスキルってスコアよりもコインが強いツム多かったけど、このツムは多分スコアなんだな。タイムボム狙いで化けちゃうタイプ。ああ、いやーなんかちょっと疲れるな。でもめっちゃ疲労が出てきたかも。はい、もうちょっとタイム出てほしい。オッケー。あー36秒になっちゃった。30秒台入ってしまった。いやでもこれ長時間やるのはきつい気する。でもあれかな、慣れたら21億、どうだろう、21億、これでいけるのかな。相当きつい気するけど。あ、プリンアラモードさんありがとうございます。あ、やばいやばい。オッケー。てかスコアが2倍されてるのか。だからこんなにスコアが入ってきやすいんだね。でもなんかまだまだいけそうじゃない、なんか前半のペースから考えると。多分これ疲労もあると思うんだよね。疲労で若干失速してる感あるから、ちゃんと休憩休憩こまめに取ってったら割といけそうな気する。ね、マルディラさんならさ、なんか21億いってそうな。いきそうな。てか、多分スキル1でも、なんか、1億点くらい出せそうじゃない？コインは多分稼げないだろうけど。あ、スコア系のツムだったのか、このツム。もしかして。でもジャック・サリーもさ、あのスコア出し初見で1億点いけてたから、もしかしたらこのツムもあれかもしれん。練習したらジャック・サリーみたいに21億いけるようなツムかも。はい、いやでも前半のペースやばかったけどな。はい、ずっとスキル回ってたよねあれ。多分僕がね疲れてきたのもあると思う。この動きを長時間やるのはかなりきついと思うけど。ゴゴ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 。
あ、やばい。あ、スキルが回らなくなってきた。ちょっと待って、ちょっと一旦休憩したい。サイトにアクセスできません。マジ？マジか。みんながアクセスしまくってるから多分。はい、サーバーエラー落ちか。あー、やばい。わ、くそー。前半めっちゃ良かったのに後半めちゃくちゃ落ちちゃったな。あ、1億点いってるわ。まあでも初見1億はでかいんじゃない。初見1億、初見で1億です。でもめちゃくちゃ疲れるんだけどこのツム。めちゃくちゃ疲れる。え、でも前半めっちゃ良かったよね。前半のペースでいけてたら、あ、でもね、このツムね、2億点、3億点くらいはいけそうな気するよ。どっちにしろ。それくらいのポテンシャルあると思う。消してる量えぐ。よし、ということで、初見で1億点なんとかいけました。やば。マジか。衝撃の性能だったんだけど、びっくり。うん、初見で1億、ジャックサリ。僕が初見で1億取ったのは、あれかな。マレウスと、ジャクサリと、このツムかな。このツムくらいかも。ソラロクどうだったかな。ソラロクの時あれだったからな。コロナだったから。生きてなかったかもしれん。